ゆうきです。18歳で文化服装学院に通っています。今日のコーディネートは、靴はマーティンローズとナイキのコラボのエアモナークで、パンツはリーバイスで、コートは金地で買ったものです。僕はエレガントな服が好きで、バイトもしないし仕送りで生活しているので、古着屋とかで安いけど高そうに見える服とかを買ってうまくコーディネートを組んでいます。好きなブランドはサンクアンズとジョン・ロンレ・サニバが好きです。服を好きになったきっかけは、親がもともと好きで、そこから服が好きになりました。渋谷にあるサレンと、あと金地がおすすめです。使っている財布は100均の財布です。結構いろいろ入るのでおすすめです。使っている香水はマルジェラのミューティニーとギャルソンのワンダウトを使っています。趣味は音楽を聴くことと映画を見ることが好きです。最近友達から教えてもらったんですけど、エル・デヴァインのネイキッド・アローンという曲がおすすめです。高校2年生の時に進路を待ってて、将来服飾の関係の仕事をしたくて文化服装学院に入りました。服飾の学校に入ったからには、ちゃんと知識と技術を学んで卒業したいと思っています。良かった点は、文化に通っているほとんどの人がやっぱりおしゃれで見てるだけで楽しいのと、辛い点は課題が多いことです。4年間かけて服の技術や知識を学べるからです。服の歴史とか知識と技術以外にもコンピューターグラフィックとかも学べるのでいいと思います。上京してみて思うことは、やっぱり地元と違って電車の便が多いことです。お金のやりくりは、なるべく食費とか生活費にはお金をかけないようにしています。大体お金を使う課題は服を作ることが多くて、生地によって違うんですけど、安いものだと3000円からです。オンラインだと服を作る工程とかを動画で教えてくれるんですけど、それを学校に行って点検を受けるっていう感じでやっています。休日は大体課題をやっています。で、年代物の映画とか音楽が好きで、そこからインスピレーションを受けることが多いです。卒業後は海外に行きたいと思っています。最終的にはデザイナーになりたいと思っています。課題とかがすごく多いんですけど、学ぶことが多いのでいいと思います。好きな食べ物は焼きまんじゅうが好きです。宣伝したい何か一言ございますか？インスタグラムやってるので、よかったらフォローお願いします。